はい、こんにちは。テクニックマニアの小川です。今回テーマとしたいのが、まあ、治療科にとってですね、まあ、これが原因ですと言われているものって、本当にそれって常識なのっていうところですね。まあ、古い常識っていうふうなところがテーマになってきますかね。何かというと、それが老化についてです。で老化っていう言葉って、よくよく治療科の人たちでも使うんじゃないかなというふうに思います。まあ、例えば、膝が痛いですね。 っていう風に言ってで、その原因は何だろうという時に、あ、まあこれ老化ですね。という風うによくよく言われるというところですね。その老化っていうところもなかなかこう分析されてきて、その老化っていう言葉自体がなかなかナンセンスになってきたんじゃないかなっていうところもあると思います。というのは、老化って要はさまざまなそのその症状の原因じゃないんですよね。何かっていうと、 老化した人がじゃあ全員膝が痛くなるかってそうじゃないじゃないですかで老化した人がその全員背中が丸くなるかっていうと、まあ、そうじゃないじゃないですかそういう傾向にあったりとか、まあ、あの老化っていうふうに言われている年代層の方たちがなりやすいっていうふうに言われてるだけであってそれって老化したからなったわけじゃないんですよね、はい、じゃあそもそもその老化ってどうなのっていうところですよね老化の定義って何なの いう話ですで老化の定義って要は、ね、老人というふうに言われてる人っていうのは、まあ、年代で区切るとね年代で区切ると、まあ、今だったらまあ60代以上になってくるのかなと、まあ、ちょっと前だとねもう50代から老人みたいな形おばあちゃんおじいちゃんみたいな感じで言われてましたけども、まあ、現代だとまあ60代からまあ80代、まあ、あとはお亡くなりになるまでっていうところがまあ老人といわれてる。 年代層で、すよねでその時に起きてくるさまざまな現象っていうのが老化になってくるわけですね。まあ一つがですね、えーまあ、やっぱ筋力の低下だったりとか、内臓機能の低下っていうところですね。この辺りがやっぱ老化っていうふうに言うと、まあ、定義されやすい部分なのかなと思いますで。それに伴ってやはり見た目の変化っていうのが現れてくるわけですね。でやっぱ内臓機能が落ちてくると、 あのまあ、どうしてもその食欲ってのが落ちてしまったりとか、まあ、あとはあ消化のいいものじゃないと食べれなくなったりっていう風なところで、まあ、やっぱり食生活の変化だったりとかがあったりするわけですよねなのでそうすると、まあ、そもそもその栄養価としてもやっぱり昔はバリバリその栄養を取れてたものっていうのが取れにくくなってくるっていう風う,う,うなところが一つあると思います、まあ、そうするとやっぱり体格とかもね変わってきてしまう っていうのがあるんですよね、まあ、代謝が悪くなったりとか、まあ、食べやすいものを食べるんでどうしてもその太りやすくなってしまったりとかさまざ、あ、まな変化があるわけですよね。まあ、あとは筋力の低下ってとこなんですけども、まあ、これ筋力っていうふうになんかくくってしまってもまあちょっとあれだと思うんですけども要はこう細胞細胞の何ですかねこう劣化といったら変ですけども細胞が古くなってきてしまう。 っていう現象ですよね細胞ってえ人間の体の中に、まあ、60兆個だったりとか、まあ、現在だとね3 5五6兆個なんじゃないかっていうふうに言われてますけども、まあ、それぐらいの数があるわけですよね。でその細胞一つ一つっていうのはやっぱりこう血液循環が良くなってでこういろんなこの細胞分裂が起きたりだったりとか、えー、細胞のです、ね、修復を行われたりして絶、まあ、えずですねその細胞っていうのは、えーまあ、動いて動いて いるわけで、すよねでその中で、えー、どん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 その動きにくくなってきた細胞が多くなってくるというところが出てくると。で、その原因となっているのが酸化だったりとか、まあ、近々だと糖化っていうふうに言われている現象だったりとかっていうのがあるわけですよね。で、酸化してしまうと、やっぱりこの細胞の動きが悪くなってきてしまって、細胞が100%の力を発揮できなくなると。で、その結果、まあ、内臓の機能が落ちたりとか、また筋肉が 押したいという現象に起きてきてるんじゃないかっていうふうに言われているわけですよね。それが老化なわけです。その細胞が老化するっていうか、細胞の力が弱まってくるっていうのが、まあ、一つの,その老化っていうところの、まあ、現象の、うん、一番大きなところなんじゃないかというふうなところになってくるわけですよね。はい、で、じゃ老化してくると何が起きるかっていうと、要は、うん 人間の体ってその筋肉だったりとか内臓機能だったりとか循環機能だったりとかでそういったものっていうのがあるから維持できているものなのでそれが維持できなくなってくると当然その症状っていうのが現れやすくなってくるわけですよね細胞の元気度っていうのが低くなってくるとさまざまな症状が現れやすくなってくるで外見的にもやはりその要はここの皮膚のですね細胞っていうのが 参加してきて弱ってきたらですね。要はこう、重力に逆らっている機能ですね。筋肉だったりとか、あとは結合組織だったりとかですね。そういったものっていうのが弱くなってきて、要はこう、垂れてしまうと。で、それが、こう、しわになったりとか、濃厚接触ができたりとか、そういった美容の関係にもつながってくるというふうな、まあ、見た目的なところもそうですし、中身的なところもそうですし、そういったものをですね、こう、蓄積されていくのが老化って。 いう,ふうに言わわれててくるわけですよね、はい、で要はその老化って、うん、健康状態のバルメータータなわけですよねなのでその老化っていうところがあるからじゃあ膝痛に起こるんだとかそういうふうなところって絶対にないわけですよね。そうなりやすくなっている状態なだけであって全てがその老化したから症状が現れてるかっていうとそうではない。 わけなんですねじゃあ老化じゃなければどこにその原因があるのかっていうとそれは人それぞれ違ったりしますでここで論点としてお伝えしたいのがいわゆるその老化っていう常識っていうところをもう少しこう分析してですね新しいその要素としてこちらをとして使っていってほしいなっていうふうに思うと思うんですね老化したから 膝痛ですとそういう安直な話ではなくて老化っていうのはもう細胞がこう弱ってくるんだというところですね循環力が低くなってくるんだとじゃあそれに抵抗するためにはですねそれを改善するためにはどうしたらいいかっていうのを考えていくのが私たち治療科の役目だと思うんです だから患者さんが老化したくしてるから私はダメなんだっていうふうに、もしですね、悲観に思ってるんだったら、その常識は壊してあげてください。あなたの膝の痛い原因は老化ではありません。言ってあげてください。なので、その老化っていうのはそういう現象があるんだと。で、す、え、べ、ー、てのご老人がですね、膝繋なってるわけじゃないじゃないですか。 じゃああなたが膝痛になっている原因っていうのはどこにあるんですかっていうと廊下も一つの,その要素としてあるかもしれないですけどもそうじゃないところもあるんですよと膝が痛くないご老人の方にと一緒の状況になればいいだけな話なんでっだもうそもそもですね老化って言ってることがだいぶねナンセンスになってきてるんじゃないかなと思っていますさっきねあのお伝えした昔は50代っていうふうに言われて たのが老人だってていう,ふうに言われてそこから老化っていうふうに言われてたんですけども今は60代とか80代になってるわけじゃないですか老化いわゆる老人っていわれてるところってそれだけねだから老化っていうところの幅っていうのがね狭くなってるというか価値が変わってると思うんですよねなので昔みたいですねその老化っていうところにあの,の言葉に甘んじてその常識を押し付けるのではなく老化っていうのをですね感じさせない 状態に、あなたの技術でしてあげればいいんじゃないかなっていうふうに思います。本当にね、その原因って言われてるものっていうのを、本当に突き詰めていくと、まあ、今は本当にその原因じゃないんじゃないかと思っているものっていうのがいっぱいあると思うんですね。まあ、これからもですね、こんな、そんな話をですね、まあ、この動画とかを通して、またお伝えできればなというふうに思っています。何かの知識のですね、あなたの役に立てれば、ありう ですはいここまで見ていただきましてありがとうございます。では失礼いたします。